1日あたり9429人が利用する JR 桑園駅。道内の駅では6番目に多い人数です。通勤時間帯の混雑を緩和する、図るため春から全ての快速列車が停車するようになり、利便性は高まっています。病院もいっぱいあるし、まあ、スーパーも近いので、まあ、そこら辺は住みやすいかなと思いますね。小学校も近いですし、結構保育園とかもいっぱいあるので、その辺は困らないかなっていう。あと公園とかもちょこちょこあるので、はい、あ、そうなんですね。はい、一駅で行けるので、ちょっと映画見に行くとか、まあ、買い物しに行くでも、なんでしょうね、すぐ気軽に行けるというか、なのでいいですね。ファミリー層を中心に人気が高い桑園地区で今再開発が進んでいます。こちらは3年前に営業を終えたスーパー銭湯の跡地なんですけれども、ご覧のようにマンションの建設が着々と進められています。北海道大学の植物園に近いオフィスやマンションなどが立ち並ぶ一角に建設中の2棟のマンション、 JR 北海道などが手掛けています。そのうちの1棟は15階建ての分譲マンションで、全83戸が南向き、来年6月の完成を目指しています。間取りは 2LDK から 4LDK で、価格は5000万円台から9000万円台を想定しています。閑静な住環境を得られる環境の良さ、そしてミニ踊り公園沿いというところもポイントでございます。同じ敷地内にはスーパーやフィットネス施設、クリニックなどが入る商業施設を備えたマンション建設も始まっています。こちらは翌2026年1月の完成を予定しています。桑園駅までも歩いていける距離感と、札幌駅、大通駅も身近にご利用いただけるような利便性、さらにそういった住宅環境の良さと両方、利便と環境の良さの両方を享受できるようなエリアでございます。進む再開発、マンションだけではありません。石山通りのすぐそば、北2条西10丁目に突然現れたコンクリートを基調としたこちらの小さな建物、一体この後何ができるんでしょうか。ガラス張りになっている建物の奥には小さなタンクのようなものが見えます。こちらは何ですか。札幌では初めてできた街中のワイナリーになります。来月開業する都市型ワイナリー、リベラワインテラス。障害者の就労支援を行ってきたリベラが経営します。今後は余市町や日町の自社農園で栽培したブドウを使う予定で、ここでワインを醸造します。冬の期間の障害者の通勤やワインの配送、インバウンドの利便性などからあえて街中に建設しました。年間1万6000本を生産し、来月末から販売する予定です。こちらはですね、最初試飲所になります。タンクから、はい、取り立てのワインが飲んでいただけます。6月にはレストランも完成し、ワインとともに料理も楽しめます。JR 桑園駅近くに建設が進むビル、産業ガスの供給などを行うエアウォーター北海道の本社が入るエアウォーターの森です。オフィスのほかに大学や自治体との研究施設、一般の人も使えるレストランやホールなどが予定されています。梁がこれ全て木でできてまして、鉄骨とかコンクリートは一切入っていないと。全て銅産のカラマツ 100% で作ってます。またガラスも三重構造で、その中に自社で開発したガスを注入し断熱性を高めるなど、環境に配慮した未来志向のビルになっています。1階の部分と屋上にはですね、ガーデンがございますので、そこは自由に出入りをしていただいて、くつろいでいただける場所となると思います。
これから訪れるであろうですね、カーボンニュートラルの時代をですね、少し先取りした建物を目指しておりますので、まあ、そういったものをですね、より身近に感じていただけるような建物にしたいと。エアウォーターの森は今年12月上旬に開業予定です。いや、広岡さん、草園エリアの進化目覚ましいですね。この目覚ましい進化を遂げている草園地区からお届けしているテレビ局があるんです、はい、UHB です。そうなんです、我々もね、草園が盛り上がるのっていいんですけれども、草園ってすごい住みやすいっていうの一つの例が、草園地区大運動会ってあるんです、ご存知ですか。知らない。400人ぐらい参加するんですよ、地域の人たちが。その町内会活動とかもすごく活発で、でやっぱりこう都心なのに、そういったこう地域のつながりみたいなのも残っている、すごく素敵なこうエリアなんですよね。しかも中心部からも近くてとても便利なんですもん ね。そうなんです。その UHB もあるという草園地区、はい、まあ、盛り上がりを見せていますが、住んでいる再開発こちらです。まず草園駅イオンのすぐ横にできるのが12月開業エアウォーターの森、まあ、こちらはレストランやガーデンもできまして、一般利用もできるということでした。さらには来年6月完成のマンションの隣には複合商業施設も、そして札幌で初めてできた都市型ワイナリーもできます。まあ、大通地区だとか、あとは札幌駅周辺の再開発が注目される中、進化するこの草園地区にも注目です。